寺内内閣は、元帥陸軍大将、軍事参議官の寺内正武が、第18代内閣総理大臣に任命され、1916年10月9日から1918年9月29日まで続いた日本の内閣である。1916年10月9日任命、在職日数721日、1916年10月9日任命、任命なし。 内閣発足当初、寺内内閣は1916年第二次大熊内閣の後を受けて山形有友の推挙によって擁立された。海軍大臣以外は全部山形系という朝鮮内閣であり、寺内が当時流行のビリケン人形にそっくりであったことと非立憲をかけてビリケン内閣とも呼ばれた。当初、 第一党の立憲同志会と第三党の立憲国民党は野党の立場を取ったものの第二党の立憲政友会はぜぜひひとして政策次第であるとした。翌1917年に国民党が提案して憲政会が呼応した内閣不信任状草案の審議の場で国民党の犬飼武史総裁が一転して政友会、憲政会両党を攻撃する演説を行った。 ことから、両党の対立が煽られ、政府は衆議院を解散した。その際次内は、帝国議会は、奇襲両院からなり、衆議院の決議だけで、直ちに国民の世論とすることのできないのは言うまでもない。我が帝国は、近帝憲法の規定により、国務大臣の任免は全く体験によって定まり、いささかも、外間の妖怪を許すべきではない。英国の例にない。 内閣は衆議院多数党の代表者が組織すべきことを主張するのは我が憲法の規定に反し子孫の体験を看板するとともに病院制度を無視するものである2月10日地方長官会議における首相訓示と述べて朝鮮内閣の正当性を主張した第13回衆議院議員総選挙で勝利した声優会と立憲国民党は多少の意見の相違はあったものの 与党を宣言したため、政局は一応の安定を見捨てた。寺内は、政友会総裁の原隆氏と、立憲国民党総裁の犬飼武氏を、臨時外交調査会委員に任命してその取り込みを図った。第一次世界大戦によって、欧米が中国に目を向ける余裕がなくなった最中において、寺内内閣は、積極的に中国への介入を乗り出していく。 特に従来の北京政府、中華革命統領にらみの中立政策を放棄して、寺内の朝鮮総督時代からの側近である、実業家西原亀さんの定義による西原借款を行って、断基髄の北京政府を支援した。さらに、アメリカとの間で中国東北部における日本の権益の優越性を確認する石井、ランシング協定を締結した。これを受けて、 北京政府が連合国として第一次世界大戦に参戦すると、日本と日主共同防的軍事協定と呼ばれる軍事同盟を締結した。これはアジアでの戦闘がほぼ終わった段階での同盟であり、中国国民の疑惑を買って、後の反日運動の一員となった。また、国内では近本位制の停止をはじめ、戦時中を理由とした軍備拡張などを推進した。 1917年にロシア帝国において霊人による10月革命が発生するとロシア革命への干渉議論が湧き上った。当初次内はウラジオストックに感染を派遣して居留民保護に止める方針であったがアメリカの誘いと外務大臣だった元の一郎の勧めでシベリア出兵に踏み切った。1918年1月のウラジオストックへの 艦隊派遣の頃から、シベリア出兵の噂によって米価が高騰し、各地で米騒動が発生した。寺内は軍隊を用いて、これを取り締まり、また言論統制を敷くも、これがかえって世論の反発を買って、全国的な反政府の動きに拡大する。同年5月には、三菱造船の会長に、海軍中将、武田秀夫が就任していたが、7月には、 徳山湾に停泊中の土旧戦艦河内で六百二十一名が死亡する爆発事故が発生した。同年八月、大阪朝日新聞が政府を批判したところ、編集者らが告発され、社長が右翼国流会に襲撃されるという事件も発生した。同じ八月、中国の段期随政権が金本位制導入を目指した金券条例を交付したが、この条例をめぐって、 大倉大臣の勝田和かと外務大臣の後藤新平が対立した。後藤は中国が日本と欧米が結成した国際借款団からの融資を原資として金、本位制を導入する約束であったのに、金券条例はそれを破っているとして中国に抗議をしようとしたところ、実は金券条例の財源には西原借款が当てられることが判明しかつたもその事実を知っていたからである。 この頃、すでに体調を崩していた寺内は、政権運営に自信を失い、9月、内閣総辞職を決定。後任は、立憲政友会の原敬による、現内閣となった。ありがとうございます。